宇津木岳は、長野県駒ヶ根市、飯島町、大桑村にまたがる、標高2864メートルの山。木曽駒ヶ岳山群以外では、木曽山脈で、最も標高の高い山であり、日本百名山に選定されている。1951年に、中央アルプス県立自然公園に指定された。日本百名山の著者である、 深田久也が道長を執筆する際、基礎山脈南半分から一つ選ぼうとして、南駒ヶ岳と宇津木岳とで迷った結果、最終的にはわずかに背が高いこと、そして山名の美しさから宇津木を選んだという。また山頂には二等三角点があり、河口岩の大きな岩が乱立する。山頂直下の北東には宇津木駒ボヒュッテがあり、その先の稜線上には、 クイシと呼ばれる巨石がある。東北東に広がる宇津木平カールには、無人小屋の宇津木平避難小屋がある。山名は、春に、麓の稲田にから見上げた時、宇津木だけの頂上だけ雪が残っているのが見え、その残雪模様が宇津木に似ているためとされている。また、宇津木の木が多いことも由来であるとする説もある。西側に下った暗部は、木曽伝古史と呼ばれる。山頂一帯は、 花崗岩の岩場であり、その白い桜基地となっている。宇津木岳の頂上東側は、宇津木平カールと呼ばれる、建国地形で、森林限界の廃末帯の鉱山植物の宝庫である。北隣の東川岳からは、目の前に立ちはだかるようなピラミッド状の宇津木岳を見渡せる。1960年から翌年にかけて、周辺で見られた雷鳥は、その後確認されていない。 周辺では西側が風が吹くことが多く、風向きが変わると天気の変わり目となることが多い。山頂付近にはおジョ星ガラス、岩ひばりなどが生息し、山腹には日本カモシカ、日本ジカなどが生息している。東斜面の宇津木平では、チングルマ、白山一芸高根群内風呂青の菅桜などの高山植物が見られる。 中央アルプスの友人の山小屋は完全予約制となっている。駒ヶ岳町上3層にのみ、キャンプ指定地がある。中央アルプスの中部の主猟線上にある。東北島には池山尾根、東南島には丸山尾根が伸びる。北西の東川岳との安部は基礎田古市と呼ばれる。小州山から望む中央アルプス基礎田古市。 宇津木岳と西側の東川岳との間の標高2497メートルの安部。平安時代の1180年に武将、木曽義仲が越えたという伝説があり、登山道には義仲の力水と呼ばれる水場がある。寒天寺には枯れることがある。木曽田山荘がある。以下が主な源流の河川で太平洋と伊勢湾に流れる。ありがとうございます。